パネライを代表する製品である、軍用腕時計、マリーナミリターでジョバンニパネライと彼が創業した、スイスト系店オフィチーネパネライは、イタリアの高級腕時計ブランドである。通称、パネライ。2017年現在は、ディシュモングループの傘下にある。1860年に、ジョバンニパネライによって、フィレンツェに設立された精密機器メーカーであり、現在でも温度計、湿度計、 気圧計、クロノメーターなどを生産している。潜水用装備品のメーカーとしても著名であり、蛍光深度計や潜水灯も手掛けている。1966年、アルノ川の大洪水により被災し、多くの車内資料を失う。1972年に三代目のジュゼッペ・パネライが死去したのに伴い、海軍出身のディノゼーが社長に就任。社名を グイードパネラインフェリからオフィチーネパネライに変更した。1930年代、パネライ社は精密機器納入業者であったエンで、イタリア海軍により、潜水部隊用時計の製作依頼を受けた。パネライ一族が経営していた、スイスト経店が、当時代理店だったエンでロレックスから、防水ケースのノウハウやムーブメントの供与を仰ぎ、特殊潜水部隊のための軍事用ダイバーズウォッチ。 ラジオミールを1936年試作し1938年製品化した。名称の由来は1910年に自社開発したラジウムを含む夜光塗料ラジオミールを使用したことによる。このラジオミールは潜水服の上から装着できるようベルトは長く、視認性を保つためケースはファイ 47mm もある。また、 暗書での視認性を第一に考え、上述の夜光塗料、ラジオミールの強い発光を最大限に生かすため、文字盤のインデックスに夜光塗料を塗布するのではなく、文字盤を二重式とし、夜光塗料を塗布した下板に、黒地に、アラビア数字と合計のインデックスを傾きした、揚げ板を重ねる、という構造となっていることが特徴である。第二次大戦中、 ラジウムを含有するラジオミールに代わり、新たにトリチウムを用いたルミノールが開発され、それを搭載したモデルが納入された。このルミノールの特徴は、大型のリューズガードを装備するようになり、これにリューズを抑えるレバーを取り付けることによって、リューズの密閉度を上げ、当初の100メートル防水から大幅に上回る200メートル防水を達成した点である。このリューズガードとレバーは、 現在も続くパネライデザインの特徴となった。1943年には海軍昇降向けクロノグラフの開発にも着手し、マーレのストゥルムの名称で少数の試作品が完成したが本格的に量産されることはなかった。なお、パネライ製腕時計のムーブメントは1940年代にアンジェラス製に変更された。ラジオミールは アレクサンドリア港攻撃を観光したイタリア海軍特殊船水行作隊によって使用され、夜間の海中において高い視認性を発揮し、作戦に参加し捕虜となったエミリオビアンキは戦後、この時計がなかったら、作戦そのものが遂行不可能だったであろうと証言している。パネライ製のダイバーズウォッチは、その後イタリア軍の他エジプト軍、イスラエル軍などで正式採用された。 1956年に開発されたエジプト軍向けモデルはファイ 60mm という大型のケースサイズにケースと一体化したデザインの回転ベゼルとリューズガードを備えておりエジツヤノと呼称され後に限定モデルの一つとして民生向けにも発売された1960年代にはイスラエル軍潜水部隊の要求に応じてケース左側に回転ベゼルをロックするための ガード付きネジの付いたモデルが試作され、このモデルはドッピオ・ポンテと通称されている。2017年現在パネライがイタリア軍向けに開発した最後のモデルは1985年に試作品が完成したダイバーズモデルで発注に当たりこれまでのものよりもはるかに高い防水性に加え高度な耐磁性と従来のものに対して軽量であることが求められていた。 このモデルは、設計耐圧深度1000メートル、ケースにチタニウムを採用、ムーブメントには ETA 製のものを使用し、ケースと風防ガラスの材質が異なる複数の試作品が製作されている。最終デザインとされたモデルは、ロックレバー付きの大型のリューズガードなど、全体のデザインは従来のパネライスタンダードに則っ,っているものの、 文字盤は二重式ではなく、インデックスのアラビア数字の字体もそれまでパネライの製品に使われているものとは異なっていた。このイタリアン軍向け新型ダイバーズウォッチは、軍の試験に合格して採用が決定したものの、量産発注がなされず、試作のみに終わっている。なお、軍事機密の指定は解除されているものの、21世紀においてもパネライのダイバーズウォッチは、 イタリア軍へ納入されているが、イタリア海軍特殊部隊隊員に実際に使用している時計を質問したところ、圧倒的にカシオの G ショックであるとの返答を得たとされる。パネライの手掛ける腕時計は長らく軍用のみであり、それらは軍用品として民間向けの販路に出すことが制限されており、また、イタリアをはじめ軍の正式採用品とされたものには、 軍事機密の制限がかけられていた。そのため、パネライの腕時計が民間市場に出されることはほぼ存在しなかったが、軍需専門の精密機器メーカーだったために、東西冷戦の終結とともに、業績不振に陥り、その打開策の一つとして、イタリア軍との軍需契約の終了する1993年より、一般向け時計の製造、販売を限定的に開始した。 1997年からスイスのコングロマリとバンドームグループの参加に入ってその時計ブランドとなった。バンドーム参加となる以前のパネライの時計はプレバンドームと呼ばれアンティーク、ユーズド市場で陳調される。リシモン参加になったのに伴いディノゼーラは新たにミリタリー腕時計メーカーのアノーにも設立している。1998年 パネライは民間向け腕時計市場に国際的にデビューし、いわゆるデカーツブームといわれる大型で厚い時計の流行の火付け役となり、近年の腕時計の大型化のトレンドを生んだと評価されている。ただし、この頃の時計は外観こそ軍用時代を忠実に再現していたが、ムーブメントは ETA 等の安価な汎用品を採用していた。2005年に、 自社製ムーブメントを搭載した時計を発表し、マニファクチュール化した。自社開発はしているが、ムーブメントの製造ラインは、同じリシュモン系列のバルフルリエが担当している。パネライの腕時計のデザインの特徴としては、前述の大型ケースや大型リューズガード、二重式文字盤の他に、くじ位置にスモールセコンドがある点である。この位置にスモールセコンドが配置されているデザインは、 軍用、民間向けともに珍しく、パネライ以外ではあまり見られることはない。なお、大きくて厚い、ケースデザインは、パネライの最大の特徴とも言えるものだが、2014年には、薄型自社製自動巻きムーブメントである、キャル4 0 0 0を発表し、ケース圧を抑えた薄型モデルを投入し、新たな主力製品として位置づけている。パネライの現状のラインは、まず大まかに、 手巻きモデルからなるヒストリックライン、自動巻きモデルからなるコンテンポラリーラインに対別される。ムーブメントによる分類は次の通りである。ケースに着目すると次のタイプに分けられる。パネライではレギュラーラインナップとは別に毎年限定モデルを発表している。1998年に民間向け腕時計市場に参入して以来、パネライは一貫して長年、 納入は軍隊向けに限定され、軍用として高い評価を受けていたとして、その希少性と実用品として高く評価されていたことをブランドイメージの核に据えていた。しかし、民間市場参入以後は他の企業との提携やタイアップも積極的に行っている。2005年にはフェラーリと5年間の提携契約を結び、数々のコラボモデルを発売したが、 商業的にうまくいったとは言いがたく、2010年に契約を更新せず提携解消した。パネライの宣伝戦略で特徴的なものは映像作品に積極的に登場させて宣伝の主軸としたことで2002年公開のフランスアメリカ合作映画トランスポーターでは主人公をフランク・マーティンが愛用する時計として 主人公のキャラクター性を演出する小道具の一つとして登場。以後のシリーズにも引き続き登場し、一挙にパネライの知名度を高めた。パネライはハリウッドとの関係も深いが、特に映画俳優、シルベスター・スタローンはパネライが民間市場に参入した当初。 プレバンドーム時代から特注品を発注するなど愛好家として知られている。パネライでは、スタローンの特注によるスライテックモデルも制作し、スタローンの出演映画、デイライトでも使用され、現行のクロノグラフにもデイライトの名をつけているものがあるなど、同社とスタローンのつながりは深いもので、パネライトスタローンは重要なビジネスパートナーシップを築いている。なお、 パネライは年間生産量を限定することにより、希少価値を高めているため、限定モデル以外のレギュラーラインナップであっても、発売後は入手にはある程度の困難が伴う。ありがとうございます。